カルロイマヌエレニセイディサボイアは、サボイア公、サルツォ公、ピエモンテ公、アオスタ博、モーリエンヌ博、ニース博、キプロス王、エルサレム王。フランス5名、シャルルエマヌエル・ニセイド・サボは、サボイア公、ビットーリオ・アメデオ・一世とマリーア・クリスティーナの、子として、トリノで生まれた。位を継承していたフランチェスコ・ジャチントが6歳で、養成したため、 母が引き続き殺傷を務めるした4歳で行為を継承した。カルロエマヌエーレは1655年の大虐殺で頂点に達したワルドー派の迫害で悪名が高くなった。これが非常に残忍な虐殺であったので、ジョン・ミルトンにソネット・ピエモンテの虐殺を書かせることになった。オリバー・クロームウェルはワルドー派を助けるためにイングランド軍の派遣を提案した。 ミルトンから任されたサミュエル・モーランドは後に、ピエモンテ渓谷の福音主義教会の歴史を書いた。1663年に、オルレアン・コーガストンとマルグリット・ドロレーヌの娘で、母方の十枚にあたるフランソワー,ーズ・マドレーヌ・ドルレアンと結婚したが、翌年に死別し、子供もなかった。ついで1665年に、サボイア家冒険サボアヌムール家のマリー・ジャンルド・サボアヌムールと再婚し、 一難一条を設けた。他に、以下の二人などの諸士がいる。ありがとうございます。